どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。昨日19日上昇した分を全部吐き出した格好となった20日20日。短期上昇サインも1日で消えてしまっています。これによって時愛の方向性がまた変わってしまうという非常に難しい1週間となってきました。さらに日米金利面でもそろそろ注意が必要になってきていて今日はここを中心に見ています。 来週の正念場に向けてどういう下地になってきているのかぜひ最後までご覧くださいそれでは早速7月21日「日経225」オプション考察始めていきましょう はい。それでは七月二十日の相場外況からです。日経平均三万二千四百九十円、四百五円安、マイナス一点二三パーセントトピックス二二千百六十点九ゼロマイナス十八点ゼロ七で、マイナス零点七九パーセントマザーズ七七百十六点九八マイナス十二点四九で、マイナス一点五八パーセントとなっています。まあ今日はこれ、オプラボラジオ、夕方のね、サブチャンネルの方でも言いましたが、まあ、日経平均の方が大きく下げて、まあどちらかというとね、指数、 まあ金利による半導体グロースの下げっていう捉え方されてますが、私はね半分ぐらいかなと、結局は日経平均型、ちょっと上がりすぎた日経平均が NT 倍率を見ても、ずっとね下がってきているので、き今日もその流れで日経平均の方が下げた一日かなと思っています。もう1つトピックがあって、5月11日以来、売買代金がプライムで3兆円を割れてきました。 えっと本当に2か月ちょいぶりですね、ずっと3兆円よりも上で売買代金、動いてたんですが、2兆9627億円となりました、そしてスタンダードも1000億円割れですね、952億円。 グロースは通常通常りで1498円となっています、まあ、少しね、サマーバケーションというか、まあ、トレードが減ってきたのかな、そうなってくると、まあ、なかなかね、上昇上昇っていう強さが、まあ、少し落ち着いてくるので、まあ、そのあたりもね、注意したいような地合いというか、フェーズに入ってきた気がします。 で、ビックスが13.94で、これは昨日とほとんど変わって、0.6ぐらい上昇してますね。で、日経平均 VI はまた今日405円安ですから、上昇したんですが、上昇はわずかにプラスの0.19ということで、まあ、20.01、20は超えてきたんですが、まあ、今日株価が下がった割には、あんまりボラティリティはね、上がっていない。まだまだ全然軽快な試合にはなっていないという状況ですね。 はい、先ほどちらっとオプラボラジオのことを言いましたが、サブチャンネルでラジオ的コンテンツをやっております。え登録者1370人ということで、本当にね、たくさんの方に登録していただいてありがとうございます。えなんと1ヶ月ちょっとで5300時間。 再生時間も突破してきましたこれでね1000人4000時間という目標もクリアできています本当にいつも聞いていただいている皆様ありがとうございます内容はボイシーの無料会と同じ内容をね同時収録という形でこの YouTube ポッドキャストというところでも同時展開をしていますこのサブチャンネル概要欄にリンクがあるのでまだ聞いてなかった人ねぜひチェックして夕方16時から17時の間ぐらいに本当にもうナイトセッション始まってすぐぐらい の情報をお伝えしているので、ぜひね、チェックしてみてください。まあ、こんな形でですね、単にチャートの解説だけではなくて、まあ、この動画とはちょっと毛色の違うようなね、お話なんかもしているので、ぜひチェックしていただければと思います。この動画の概要欄にリンクがありますので、聞いてみてください。はい、それではチャートの方を見ていきたいと思います。いつものように日経平均の日足のチャート、また今日も。 まあしっかりとローソク足、ローソクがね、ある陰線で、まあまあ、昨日上がった分、全部下げたということですね。 はい、昨日が402円安かなで、今日が400あ、昨日が402円高で、今日が405円安なんですね。まあ、ほぼほぼ昨日の上昇分を吐き出したという形になっています。そして朝方ですね。5日線と25日のこの辺ね。あの昨日の終わり値からちょっと下げたところ、70円安ぐらいの。ところで推移してたので、まあこの辺に足が。 ので下はは5日線上は25日線25日線よりも超えられなければ、まあ、昨日、25日届いてないんですけどね、まあ、25日で戻り売りというままあまあこれも教科書にありがちな動きになっているので、まあ、25日超えないと少し。 また下をね、心配しないといけないっていうのを、朝の9時半ぐらいにツイートしたり、今日の1枚というところで紹介したんですが、まあ、残念ながらその後、10時半ぐらい、まあね、中国のじ相場が開いた後あたりから、まあずるずるっと下がって終わってみれば、結局下髭あんまりつけずに、えっと、安値引けですね、32,490円というところで引けています。5日線が538円だったので、5日線も割り込んでいるという状況ですね。ただ、モメンタムは割り と踏ん張っていて、まだ10本前が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10なので、まだ1、2、3、4ぐらい、あと3日、4日はですねまだ終わり値がちょっと下がっていくターンなので、3万2400円ぐらいでうろうろしている分には、モメンタムがゼロライン近辺で踏ん張ると、ただ同じように下がっていくと、またここからカクンとね下がっていって、全然プラスにいけない。 戻ってきているようで、モメンタムから見るとまだマイナスなので、下げ圧力の方が強いという状況ですから、これ、5日戦割って、ネックライン、ダブルトップのネックライン、306円を割るような展開になると、50日で止まるかどうかですね、50日が3万2053円ですから、まあ明日以降、もう3万 2100円ぐらいまで上がってくるんでね、そこで踏ん張れるかどうか、前回は1回踏ん張ってるんですけど、踏ん張れるかどうかっていうのが、やはりチェックポイントになってきます。25、2000、下向きになってますからね、注意が必要です。はい、で、先物、今日の21時7分現在ですが、1日足が進んで、まあ、32, 3万2380円というところで、まあまあ、終値からちょっと下がってるぐらいなんですね。で結果 ここを見てみると分かるように3万2400円よりも下で推移すると5日線も下落になってるんですね。 はいですからこのままだと下落の 5MA クロスが完成してしまう、ただし、モメンタムはこの辺でね、1本足が進むと、さらに1段下がってくるので、モメンタムゼロラインまで復帰してるので、やはり3万2400円近辺で踏ん張れるようであれば、明日にもここ、上、抜けてくるんでね、明日明後日かな、まあ、だから、えーとかえ、月曜日か。 には抜けてくる可能性はありますがいずれにしてもこれ下落の 5MA クロスになると短期また下という形でいよいよ競り上がってくる50日もうここで3万2400円ですからね、はい、50日がね先物ベースではですからまあここで踏ん張れるかどうかっていうのが非常に瀬戸際になってきているということになります今日の 終わり値と、まあ、明日金曜日、アメリカは S q ですけれども、まあ、ここの動きが非常に重要ですね。ここ下割るような展開になると、まあ、ちょっと3万2000円を割ってですね、3万1500円っていうところまでね、500円ぐらいストーンと下がってくるので、まあ、そこに注意したい状況になっています。はい。で、こちらは昨日、せっかくですね、いい感じで上昇してたんですが、まあ、倍で入っているストキャスティクス大作戦、これ、短期のチャートが、 ま,あまだね、これ、あの決済ではないんですね。下落の 5MA クロスになってないんで、でもさっき先物で見ていただくと、このままだと下落の 5MA クロスになっちゃうので、まあ、ここで入ったポジションはほぼ縦値決済で、まあ、ここが騙しになってしまうという感じですね。きっちりと25日戦で上値を叩かれて落ちてくるという形になるので、まあ、ここでロング入れてる場合は、早めにね、利確なり、まあ、縦値決済をしておかないと、もたもたすると損切りになっちゃうよと。まあ、そう,いう状況 状況になってきてきいますんなら今日のナイトで崩れてくるんだったら、もう逆差し値を入れて、最悪ね、立値決済で逃げられるようにしておかないといけないという状況ですね。はい、中期の TMA も、まっ、あ、た私、大作戦シートではここ、決済って書いたんですが、あのルール上はまだ決済じゃなかったんですね、で昨日の上昇全部吐き出したので、まあまあ、ここ、もう1回売り直しです、で決済してなかったら中期下落のままですね、TMA 下向きなのでね。 はいですから中期チャートは一旦下落にきてまだ下落が継続の形になっています。もう一つ中期目線で言うと最近あんまり出てなかったマックリー・ボリンジャーですねはいこちらも6月の27日に下のバンドを抜けて下落のサインただこれは残念ながらここでねポジション取って 決決済済ににななっっててるんですすねあの損切り決済になってますただ、もう1回売り決済して、一旦これは利益が出てるんですけど、競り上がってきているんですが、また下がってきているというややこしい状況なんですが、マックリー・ボリンジャー自体は、これ、バンドのずっと下を張っているので、これ、中期下落のサインのままなんですね。まあまあ、株価は下がって、上がって、下がって、また戻してみたいな動きなんですが、やはり中期トレンド、崩れてきていることを示唆しています。 長期で見るとどうか、これは最近ね、ずっと見ていた ATR トレンドと DI と ADX というチャートですが、ややこしいことにですね、えっと、上値を切り下げる、この ATR、緑の ATR の上にはあるんですが、 紫のところも上になって、これまたね、長期上昇トレンドに戻ったっていうのを昨日の動画でお話をしたんですが、今日また終値でこの紫を下抜いてきているので、一旦上昇トレンドも否定してまたレンジなんですね。つまり紫の下だけの緑の上という、今度ここ広がっていくエリアなんですが、この辺でジグザグすると、もう長期トレンドレス、レンジ横ばいという形ですね。緑を割ってくると緑に沿って下落と。 で紫の上に復活すると、紫に沿って上昇、これが長期トレンドなんで、長期トレンドで今、完全に、えっと、3サロンに立っていると、どっちに進むかで、まあ、流れが3通り、まだこれね、結論出てないんですね。 でそうこうしているうちに AD 13点、ADX は11.61まで下がっていると、これ、20以上ないとトレンドが出ていない、20以下はトレンドが出ていないと判定するのが一般的なので、もう11ですからね、全くもう直近のまた最安値みたいなところに来てるので、ここから見ても、上も下も全くトレンドが出ていません、マイナス DI もプラス DI も28以下で、ジグザグしているので、結果、 全くトレンドが出ていないということですね。非常に難しい局面だと思います。要は何かのヘッドラインでどっちに動いてもおかしくない状況なんですね。はい、ということでそのどっちに動いても見るには VMA フィボナッチを使っています。上 赤いところ3万2672円まで下がってきました。一方で下3万2134円です。その間、今370円で先物動いてるので、今日のナイトセッション、下に抜けるか上に抜けるかでポジションを取ると。で、それまでは横ばいなのであれば、まあ、コールとプット、ファーで売ってる分が利益になるよねと。ただ、どっちかにね、跳ねそうなので、 まあ安易にね、ちょっとショートストラングルなんかを入れて放置してると、片方に大きな動きが出たときに、全然ね、赤字になってしまうので、やはり両方ロスカットを入れて、大きな動きになった場合でも、片側を損失をね、短くして、で、もう片側はもう1円ぐらいになるまで利益を追いかけるというまあ準備をしておくと。 ままあまあね28日の日銀までは、もしかしたらなんだかんだこの辺でジグザグする可能性もありますが、それよりも手前にどっちかに大きな動き出てくることの可能性が高いんでね、い,いつ動いてもいいように、この赤と下の黄色を、まずは上と下の節目として見ておいてください。いヘッドラインとしては、アメリカの金利のまあいわゆる利上げ、それから利下げ、どっち気になるかわかりませんが、そこに関してのヘッドラインがまた出始めています。 えっと、アメリカ、ね、株は続伸、利上げサイクル終了の期待という部分と、あとは FRB、来週にあと1回利上げで打ち止めへと、まあ、どっちも同じこと言ってるんですけど、まあ、エコノミスト予想してもらわなくても、まあ、これはもう分かってる話ですね。ということで、こちらね、CME のフェドウォッチを見ると、いや、ちょっとね、笑っちゃいましたね、さすがにもう来週26日の FOMC、0.25%利上げをするのがこっちです。 はい、もう99.8%ですから、これで、ね、利上げをしない、もう一回様子見をするなんていう、ね、結,あの結果になったら、これは株爆上げですね、もう0.25%、利上げを今、織り込んでる状況ですね、ほぼ100%、まあ、なかなかね、こんな極端なチャート見ないんですけど、さすがに今回はもう絶対利上げをするだろうという予測、でこれはまあいいとして、問題はその先ですね。はい、あと 9月、11月、12月と、えっと、7月以降は FOMC3 回あります、23年度中ねで、その3回の中でどうなるかっていうのがこのグラフなんですね、7月に1回利上げをして、あと3回は利上げをせず、据え置き、横ばい、維持をするというのが今 55.、55.6%、これはね、だいたい60%ぐらい推移なので、まあ、ちょっと下がってきてるんですが、まあ、そんなに変わっていない。 でむしろ変わったのは、左と右です、もう7月に利上げが打ち止めになって、9、11、12の3回で、まあ、どっかから利下げに転じるだろうと、1回ね、これは1回利下げをする、マイナス0.25ですから、3回のうち1回利下げをするだろうの期待が、前までは25%、30%から20、えっと、30%あったんですね、1ヶ月前は。 なんでですすがもう今10%まま下落してきてきいますつまり今年の利下げはさすがにないかなとで一方で、もう1回利上げせんとあかんのチャイマッカっかいうのが30%ということで、まあ、今までは20%ぐらいで推移してたところがここですね。 1>, 1ヶ月前は10%かで1週間前が15%だったんですがここにきて30%まで上昇してきていますも、まあえっともと70、40ぐらいだった、まあ、ここが、ね、10あったので60、30で55ぐらいだったような感じだったと思うんですけど、まあ、いずれにしてもですねもう1回利上げせんとあかんかもなというところが増えてきていると。まあ、CPI とかねあの PMI とか、まあ、順調に下がってはいるんですがやはりコアの特に賃金が全然高止まりして下がってこないというところそして雇用統計なんか見てもまだまだ強い失業率も全然上がってこない雇用環境めちゃめちゃアメリカ強いじゃないっていうところで、まあ、これだと、ね、インフレがなかなか下がってこないとここまではぐっと下がりましたけどコアが下がってこないという感じになってしまうのでそうすると、まあ、今パウエルさんはもう1回、ね、2回 えっとまあ、見ているっていうようなことをずっと言っているのでさすがにね、うん、あのこの、まあ、2回をめどにまだまだ、ね、データを見ながらっていうことをずっと言い続けると思いますがさすがにちょっとこっちが増えてきてるともう1回するかもねというところが増えてきてるっていうので CPI を通過した、まあ、挟んでの、ねえっと、債券の売り崩しから買い戻しが終わって。 でまた少し金利が上がってくる方向、まあ、このあたりを見据えてきているかもしれない、そうするとね、今、金利が上昇してきているんですよね。はいということで、ナスダック、今日の21時47分、き、まあ、昨日までは強かったんですが、昨日上ヒゲをつけて、陽線ですけど、えー、少しマイナスになって、今日もこれ、先物ですけどね、ナスダック100、まあ、テスラとかネットフリック X がまフリックスが今日の,、ね、あの決算のあと下げているというのもあって今0.7%ぐらい下げています、まあ、これもね金利の上昇とあとまあ、ね、テスラとかなあのネットフリックスの影響もあると思いますが、まあ、そういったところでちょっと一服感が出てきているそして日本のマザーズの方も、えっと、昨日 1> 1あまあ、昨日というか今日ですね、はい、今日の日中足がマイナス1.58%も下げて、さらにナイトセッションに入って先物で、さらに1.16%今、下げてるんですよね。はい、ということで、まだマザーズが下げ止まってなくて、また200日のとこまで下りてきてしまってるということですから、まあ、この辺は今日の下げた理由としても、まあ、金利が上昇の方に動いてで、グロース、それから半導体に売りが出たと。 ということで、まあ、グロースのマザーズも下げが大きくなっている、そして今日もまたナイトに入って少し下がってきているというところですから、まあ、このあたり、ね、少し金利の上昇なんかを、まあ、見てきているのかなと、でまあ、今日はドル円のチャートありませんが、21時50分現在で139円85銭ぐらいまで戻ってきているんですよね、でこれ、はのドルインデックスが上がってきているので、ドルが買われていると、まあ、また金利がちょっと上昇、あのまあ、上昇っつっても3点 えー、ぐらいでいいいででところにいるんですけどねちょっとずっと下がってたものから、えー、少し戻してきているというところで、まあ、マザーズとかグロース系、ね、ナスダック100なんかも弱含んでいるのかなと、はいまあ、こういう流れになってくると、まあ、まあドル円は少し底堅くなってくるので両方考えると、まあ、日経平均はそんなに、ね、底堅い。 ま、上値も重いけど、底堅いけど、マザーズは引き続き、明日も1%ぐらい下げるようなまあ、少し難聴といったような地合いになるかなという気がしてきています。<music> はい、ここからオプションの手口を見ていきたいと思います。まずは海外勢合算ですえ、今日はコールサイドはとそうですね。まあ、全体的に売りですね。まあ、そんなでも枚数多くないですけどで、一方でプットはファーのところが結構。 200枚、300枚と買われているので、まあ、コール売りのプット買いというバランスですから、海外勢全体で見ると、デルタはマイナス、つまりマイナ下の方向に調整をされたという感じただね、まあ、売り決済と買い戻しが、まあ、多かったりするので、あんまり大きな、ね、ポジションというわけではないですけれども。 で全体的なポジションで見ると引き続き3万3000円よりも上のコール買いと3万2500円よりも下のプット買い3万3000円よりも上か3万2500円よりも下かというところで昨日は3万3000円よりも上を狙いに行くのかなという感じで、ね、見えたんですが今日は3万2500円を割れてきてますから。 ここね、三万二千五百のプットが、今日の時点で、千九百三十一枚の買い越しになってますから。で、その下のね。プット。三万二千二百五十も。今日は八十四枚売り決済されたものの、まだ六百六十八枚の買い越し換算になってます。ですから、まあ、三万二千五百よりも下のところのプット買いが。 結構ここで1100でしょ、だから3000枚以上のプット買いがあるというところですから、まあ、コール買いとプット買いのバランスを見ると、プット買いの方が多くなってきてるんですね、なので海外勢全体としては3万2500よりも下で、この場合はプット買いポジションですから、下がれば下がるほどいいという形になってます、下に行くんだったら、もっともっと3万2000を割れて、ずんずん行ってほしいというバランスの中で、まあ、どういうふうに、ね、ちょっと動いてくるかというところだと思います。 はい、次にゴールドマンです。ゴールドマン。今日はね。オプション一切触ってきませんでした。なので、もちろん昨日と何も変わってなくって。 見えている範囲のオプションでは3万2500円にコール買いとプット売りですから3万2500円よりも上なんですね3万3000円にも150枚の買いがありますからまあまあ3万2500円も上に行けば行くほどいいとただ一応3万2000円割れた時のために3万2000円のプットも300枚買っているというバランスになってますでこのあと出てきますがあのゴールドもやっぱりね上を見てるのか先物をお似買いしてきてるんですね ただそんな中株価が下がってきているので、まあ、オプションも先物も,も今逆に来ているので、まあ、ちょっとここ一週間ゴールドマンはまたちょっと厳しい展開になってきているかなという状況ですね、はい、次にアムロですアムロはどうコールサイドは売りの方が多いのでコールは売りかなでプットはファーの方が多いので買い越しなんですがこれ全部 買い戻し玉ですね、買い乗せしたわけではないという形、ただ、今日一1日の動きだけ見たら、コールリのプット買いですから、デルタは下、下方向に調整をしています。はい、で、えー、と引き続き、バランスからはですね、まあ、3あ3000円に900枚のコール買いがあって、3万2250円にコール買い385枚、プット売りが332枚ということなので、まあ、基本はまだ3万2250よりも上。 を見てていいいるというバランスになっていますで、えー、プット売り3万1500円が今日466枚,枚買い戻しをしましたがまだ1700枚のプット売りがあって3万1500円よりは下がらないと。 いう形ですね、まあ、全体的にプットは売りなので、3万2500円よりも上を見ているというバランスのまま変わってはいません、ただ今日はちょっと下に調整をしたということですかね、引き続きアムロは今の ATM よりは上を見ているという状況になっています。はい、最後はは先でです今日は日経平均トピックスが 0. でした ララージプラスミニの日経平均型の先物が4140枚としっかり売られたんですがトピックスの先物は5745枚の買い越しということで合算すると1605枚の買い越しなんですね、今日も。でやはり個別のところここ見ていただきたいゴールドマンが今日は79818000もう枚近い大きな買い越しになって3日間で1万3000枚近い買い越しになっています。 ものすすごい買ってきてきるんですね先ものね先と、はいまあ、ここがちょっと、ここからまた、ね、下がってきたところを押し目と捉えて、ここから上昇するんだというあの、まあ、目線なのか、まあ、12月切りまでまだちょっとね、今日は私、調べきれてないので、もしかして12月切りを売ってきてたら、ちょっとね、ごめんなさいなんですが、まあ、いずれにしても9月切りまでまだまだ日、ね、数ある中で、当月切り、こんだけ買い増してきてるので。 でオプションの手口も少し上ですからね、なので、まあまあ、このあたり、上を下がってきたところで上を見ているのかなという気がします、であと、売ってきているところは、JP モルガンとモルガン・スタンレーの、まあ、モルガンチームが今日は売りに回っていると、それとバンクオブアメリカも売ってきているので、アメリカ勢、ゴールドマン以外は全部売りなんですね、であとはドイツもしっかりと3453枚。 売ってきてきドイツもこの3日間で5000枚ぐらい売ってきているとまあまあ利格というかねこっちは買い長なので売り決済してきているという状況ですかねまあやっぱりゴールドマンがかなり今週大きく先物を買ってきているというのを、まあ、どういうふうに考えるかっていうのが、まあ、重要な1週間になってくるかなという気がしていますはいということでいかがだったでしょうか明日の天気予報ですが、まあ、チャートからはまた短期崩れたんでね基本的には曇りで 5日線と25日線、まあ5日線ちょっと今、割ってきているので、下の傘を入れてるんですが、また反転して、ですね50日割らずに反転して、上の25日線を抜けるような展開になれば、また上昇ですね、ゴールドマンはそれを狙ってるかのようなポジションが入っているので、ま,あ、まだね、ここから一気に崩れるかというのは、もう少し様子を見たいなと思っているのと、まあ、アメリカね、S 九州を抜けて、また新しい元月になった場合は、まあ、少しまたどっちかに動きが出る。 とという可能性ももあるのでそのでそ辺も含めてえしっかりとね上と下超えたところをあのポジション取ろうかなとだからまだ今私は様子見をしてですねあのオプション売ってるところをどっちか大きく動いた時に、まあ、大きなね出血にならないようにしながらじりじりと今プレミアムを貯めてると、まあ、そんな状況になっていますはいということで今日の動画も役に立ったぞそしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンの方ポチッとねぜひよろしくお願いいたしますそれ それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね